キャサリン・マリー・ハイグルはアメリカ合衆国の女優。以前はキャサリン・ヘーグル、もしくはキャサリン・ヘーグル、ごく稀にキャサリン・ヘーゲルと表記されることが多かった。ワシントン DC で生まれ、コネチカット州で育つ。両親はドイツ人とアイルランド人の血を引き、父親のポールは会計士、母親のナンシーはマネージャー。4人兄弟だが、 二番目の兄ジェイソンは1986年に自動車事故で高い。1996年に両親が離婚。姉のメグは韓国からの幼女であり、大の仲良しである。9歳の時にビルヘルミナというモデル事務所と契約して、モデルとしてキャリアを始める。いくつかの CM 出演を経て、1992年に恋に焦がれてで映画デビュー。この映画出演により、 女優業に興味を持つようになる。高校卒業後、母親と共に、ロサンゼルスに移住。B 級映画の出演が多く伸び悩んでいたが、九百九十九年放送開始の、テレビシリーズ、ロズウェル星の恋人たちで、イザベル・エヴァンズ役でブレイクする。二千二年の夏に、ウィリアム・モリス・エージェンシーと契約。二千五年放送開始の、グレーズ・アナトミー・コインの解剖学での演技で、 2007年のエミー賞助演女優賞を受賞。2007年公開の部計画の命中難、ノックトアップや2008年公開の幸せになるための27のドレスといったロマンティックコメディ作品もヒットし、2008年2月にはアメリカのウェブサイト ASKMEN.com にて最も理想的な女性99人の1位に選ばれた。2008年、 グレーズ・アナトミー・コインの解剖学で、再びエミー賞にノミネートされるが、ストーリーなどに不満を抱き、辞退。2009年2月には、同作品の降板が報道されたが、後に、クリエイターのションダ・ライムズが降板の報道を否定した。本人も、イジーが存在する限り演じ続けるとコメントしていたが、2010年、シーズン6で番組を降板した。過去に、 ロズウェル星の恋人たちで共演したジェイソンベアと交際していた。2007年12月23日にユタ州パークシティにてロック歌手のジョシュ・ケリーと結婚。レディアンテベラムのボーカル、チャールズ・ケリーは辞定2009年9月に韓国から障害を抱えている女児を幼女として迎えた。赤ちゃんはハイグルの母親と姉の名前を取り、ナンシー・リーと名付けられた。 2012年には二人目の幼女を迎えた。愛演家、フェミニストとしても有名。グレーズ・アナトミー・コインの解剖学で共演した、T.R. ナイトとは親友である。クリッシー・アイリー、キャサリン・ハイグル、フロム・グレー、S ・アナトミー227ドレッシーズ。 Sunday Times, http://entertainment.timesonline.co.uk スラッシュトールスラッシュアーツエンターテインメント、TV、t v ラジオアーティクル362万8 4 7イース2 0 0 8年3月30日閲覧トップ99マンナンバーワンキャサリン・ハイグルがエミー賞ノミネートを実態 キャサリン・ハイグル、T.R. ナイト・リービング・グレー、S. アナトミー、セーズ・コスター・ハット、グレーズ・アナトミーのクリエイター、キャサリン・ハイグルと T.R. ナイトの交番を否定、C. ハイグル、グレーズ・アナトミー残留を表明、キャサリン・ハイグル、幼女のために、グレーズ・アナトミー交番、映画ニュース、映画 .com、2020年12月3日閲覧、キャサリン・ハイグル、雪の中の結婚式、 キャサリン・ハイグル、韓国からの幼女は、障害を抱えている赤ちゃん、キャサリン・ハイグル、二人目の幼女を迎える、マイナスライブドアニュース。ありがとうございます。